大口バス、大口バス、大口バス、ノーザンラージマウスバス。学名は、大口バス属に分類される、淡水魚の一種。原産地アメリカ合衆国では、アラバマ州、ジョージア州、ミシシッピ州、フロリダの州魚に指定されている。1925年に、神奈川県阿の湖に、初めて放流された。以降徐々に分布が拡大し、 国チバス同様問題となっている。全国に広がることを心配して、大口バスなど他の魚を別水系の川に再放流するとを禁止する自治体が増えている。種め商名サルモイですは、鮭、サーモンのようなもののい。なお、俗名ミクロプテルスは小さなおの胃であるが、これは初めて捕獲された本属魚類の個体の尾ひれが不傷欠損によって、 小さかった目に、誤ってその特徴が名付けられてしまったものである。英名を直訳した、大口バスが、標準和名である。由来は、告知バスに比べ口が大きいことから、告知バス、フロリダバス、フロリダラージマウスバスなどとともに、通称、ブラックバスと呼ばれることが多い。告知バスよりも、長魚としての認知の浸透、普及が、 半世紀以上先行して定着しているため、本種の別名として、ブラックバスが使用される場合も、他、図鑑等における紹介でもしばしば、ブラックバス、大口バスと記述される。これはちょうどカムルチーが、雷魚と記される場合が少なくないのと同じである。略して、単に、バスと呼ばれることもある。一方、移入当初、 商業漁獲対商業としての観点から、大口ロマスとも呼ばれたが、酒化のマス類と混同されるために、この故障は現在では使用されていない。標準英名で呼ばれる。由来は和妙に同じ。その他、長魚としては、背面の色彩に着目して、コクチバスと区別したグリーンバックという呼び名がある。また、食用魚として、グリーンベースという名で流通もしている。 大口黒鈴木と呼ばれる。制御は全長30から50センチメートルに達するが、最大でジョージア州のジョージ・ペリーが釣り上げた、全長97.0センチメートル、体重10.09キログラム、年齢23歳の記録がある。日本でも2009年7月2日に、琵琶湖で栗田学によって、全長73.5センチメートル、 体重 10.12kg の世界記録体、イグハオールタックル世界記録では、体重で大きさが決まるためが、ブルーギルを餌にして捕獲されてる。体型は、側変した防水系。成長し、汗魚以降になると、頭部後方から背びれ前方で背面が山なりに盛り上がる。上顎よりも下顎が前方に突き出る。 外部形態上のコクチバスとの代表的識別点として口角が目の後端を超える。しかし、幼魚は口角が目の後端に達しない個体も少なくない。また、興奮はコクチバスの方が大口バスよりも相対的にやや長く、鋭角的に突出し、大口バスはより寸の詰まったずんぐりした顔をしている。このため、側面からの見た目上の口のサイズは、 両主間にそれほど大きな差があるわけではない。しかし、大口バスは、小口バスよりも側弁が弱いために、体幅が大きく、その分頭部の幅と口の開口面積も大きくなっている。背びれは前後で、第一、第二背びれに分かれ、第一背びれの方が小さい。おひれ公園は黒く縁取られる。背面側の体色は、緑がかった褐色。覆面側は、 白っぽい。体側中央をやや太くいびつな帯が一条を走る。尾びれの公園には黒い縁取りがある。ただこれらは個体の体調や置かれた環境により不明瞭な場合も少なくない。本来はミシシッピ水系を中心とした北アメリカ南東部の固有種である。しかし、釣り、スポーツフィッシングや食用の対象魚として世界各地に入されたため、 分布域の人為的拡大が一い。湖、沼などの止水環境や流れの緩い河川に生息するが、寄水域でもしばしば漁獲される。天敵から身を隠したり獲物を待ち伏せするため、障害物の多い場所を好む。一方、回遊して餌を探す場合もあり、特に幼魚や生魚はしばしば群を作り、隊列を組んで回遊行動を行うことがある。 食生は肉食性で、水生昆虫、魚類、甲殻類、節足動物などを捕食する。自分の体長の半分程度の大きさの魚まで捕食し、カエルやネズミ、小型の鳥類まで丸飲みにする。春から秋には岸近くで活発に活動するが、冬は深みに移り物陰に群れをなして越冬する。繁殖は水温摂氏15度の条件が必要である。この水温は、 北アメリカの生息地では、北部で5から6月、南部で12から5月である。日本では6月を正規に5から7月である。また、多くの動物に見られるように、産卵は満月か新月の日に行われるのが一般的である。オスは砂地に直径50センチメートルほどの浅いすり鉢状の巣を作り、メスを呼び込んで産卵させる。複数のメスを呼び込んで産卵するため、 巣の卵数は1万粒に達することもある。日本では、麦つくに巣を襲われ、拓卵されることもある。卵は10日ほどで孵化する。産卵後も巣は巣に残り、卵を狙う敵を追い払うなどして保護する。孵化した稚魚は、全長2から3センチメートルになるまで巣の保護下で、群れを成して生活する。稚魚がある程度の大きさになると、巣は稚魚を食べることですからの自立を促す。 この過程で卵から孵った幼魚の半分以上が淘汰、されるという。日本ではブラックバスの稚魚は、ハス、ウグイ、ニゴイなど魚食性の強いコイカの魚やライオ、ナマズ、ドンコなどに捕食される。成熟例は2年から5年と言われ、一般には23センチメートル前後で成熟する。寿命は一部20年を超える個体も見られるが、多くは8年程度とされている。 日本国内の19府県47地点から得られた、大口バス、小口バス、フロリダバス247個体の DNA ハプロタイプを分析した。結果は、大口バスでは10のハプロタイプが知られているが、7タイプを確認した。山中湖には7タイプが生息しているが、ブラックバスに大使漁業権を設定しているため、資源量を維持する目的で、全国各地から移植されていることが、 ハプロタイプからも裏付けられた。琵琶湖ではフロリダバスと大口バスのハプロタイプが確認された。アメリカ国内のハプロタイプ分布は十分に解明されておらず、日本に移入された個体の系統の由来地域の解明も不十分である。アメリカ及び日本国内のハプロタイプ分布が十分に解明されると日本への移入が 基地の1925年と1972年以外に行われていたのかの解明が行えると期待される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。